乳製品とは、動物の乳、特に牛乳を加工して作られる製品の総称。乳製品を製造することを精楽、または生乳という。主要な加工技術で累計分類すると、下、も、術の4つに累計分類される、北約40度、年間平均気温約摂氏15度を境に、北方域と南方域とでは別々に乳加工体系が発達した。また、 インドの加工技術は多様性に富んでいる。発酵系列群生乳を乳酸発酵し、酸乳にしてから加工。クリーム分離系群生乳からクリーム分を分離して、加工。凝固剤使用系列群生乳に凝固剤を添加し、チーズを得てから加工。加熱濃縮系列群生乳を加熱、濃縮して加工。食品衛生法に基づく、 土及び乳製品の成分規格等に関する症令では次のように分類される。民間では乳製品は総じて健康に良いと評価されているが、科学的には乳製品の健康への影響については様々な意見が飛び交っており、一定の結論には至っていない状況がある。下記の調査結果からは循環器疾患のリスクを引き下げる一方で、癌疾患のリスクを引き上げる。 糖分が添加されている場合には、肥満、糖尿病のリスクが上がる、加熱された製品では、栄養素が破壊されており、健康面での効果がないということもわかっており、乳製品が健康に良いとは一概に言い切れないと言える。毎日の食事に、牛乳、ヨーグルト、またはチーズを1日2食以上含む人は、乳製品を摂取しない人よりも心臓病、脳卒中、 または死亡のリスクが低い。2010年代末期のガイドラインでは、無糖かつ無脂肪または低脂肪の牛乳、ヨーグルト、チーズが推奨されている。日本では健康に悪影響を与える側面もあるという調査結果が出ている。日本の国立がん研究センターが4万3000人を追跡した大規模調査では、 乳製品の摂取が前立腺がんのリスクを上げることを示し、カルシウムや飽和脂肪酸の摂取が前立腺がんのリスクをやや上げることを示した。乳製品を頻繁に摂取する人は、最も摂取しない人より1.5から1.6倍前立腺がんのリスクが高いとされている。日本人省営用協会理事で、名古屋経済大学准教授でもある、早川マリコによれば、無添加。 無加熱の乳製品でなければ健康に対して無意味であるか健康に悪影響を与える可能性が高いという理由として加熱により栄養素が破壊される添加物により肥満、糖尿病やカルシウム欠乏症のリスクが上昇することが挙げられているカナダでの調査結果によれば乳製品の摂取量と死亡及び循環器疾患発症のリスクとの間に 逆相関関係が見られることを示し、乳製品の積極的な摂取を支持する結果となっている。マックマスター大学のマシッド・デハンらは2003年1月1日から2018年7月14日までの期間で集めた世界21カ国に住む35から70歳の約15万人のデータをもとに乳製品の健康への影響について下記のように結論付けた。 総合結果1日に2回を超えて乳製品を摂取する人の複合イベントのリスクは乳製品を全く摂取しない人と比べて16%低くなっていた。死亡のリスクは17%減、循環器疾患発症のリスクは22%減であった。すべて摂取量が増えるほどリスクは低くなる傾向が認められた。牛乳牛乳の摂取については 全く飲まない人に比べ、1日に1回を超えて、摂取していた人々の複合イベントのリスクは10%低く、循環器疾患のリスクも18%低いことが明らかになった。死亡リスクとの間には、優位な関係は確認できなかった。ヨーグルトヨーグルトでは、1日に1回を超えて、摂取していた人の複合イベントのリスクは14%低く、 死亡のリスクは17%低くなっていたが、循環器疾患リスクの低下は統計学的に優位ではなかった。ただし、循環器疾患の場合も、ヨーグルトの摂取量が多い人ほどリスクは低い傾向が確認された。チーズとバターチーズの摂取量、バターの摂取量については、複合イベントや死亡との間に優位な関係は確認できなかった。 乳製品の飽和脂肪酸乳製品由来の飽和脂肪酸の摂取量と複合イベント脂肪の関係についても優位な関係は確認できなかった。ありがとうございます。